アリケンウェブチャンネル。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？大正解。それじゃあ動画へレッツラゴー。クイーンシリーズが始まったというわけで、第1週予選見ていきたいと思います。さあ、目の前降りてきた敵、ここはどうやって倒した今の。うわー、うまっ。さあ、落ちてくる敵にしっかりとエイム合わせて、さあダブルキル持っていきました。ラゼール、うまいな。さあ降りてきたところ、ここもしっかり全員でズクを倒していく。さあ連携が取りすぎてる、フォーカスの取り方がとても強いね。さあここはローグラ降りて、さあ倒しに行ったラゼール、一発あってもう一発。さあハルキオさんを倒して189最大ダメージ。後ろから来たところ倒されてしまった。残ったのはシンク一人。さあ回復勝負すれば勝てそうだが、さあ1試合目からビクロイできるか。さあ足を速くして回復勝負するが、さあどこに敵がいるかわからない。さあとても遠いところでムーンが回復している。ここは回復勝負。さあ軍配が上がったのはムーンたち、シンクたちやに。さあ目の前にジャンプパッドがあるので使えそうだが、さあ目の前プール逃げ遅れてるところをラギスがゲット。さあそのまま後ろに持っていって資材回収をしていく。さあワンボックスラギスが仕留めにか、ここはショットガン外してしまうが落ち着いてノーダメキル。さあまだキルを狙っている。これは上から落ちてきたルナキングをしっかり青ポン仕留めて、さあ蘇生はさすがに間に合わない。さあ狭くなってきた。回復勝負をするのはラギス。さあローグラからのヘイトをしっかり抑えつつメイシーフィッシー前に出ていくが、さあファイヤーにやられていきます。さあしかしメイシーがさあ進行を落としている。さあラギスの回復勝負、残り人数3パーティー回復勝負しているのはユセアたちも回復勝負しているが、さあ壁越えて、さあ1個食べるが回復が少なすぎる。さあラギス出てきたところ、ユセアをしっかりショットガンキル。さあ上では、さあ敵がやり合っているぞ。いやでもこれローグラ強いわ。さあローグラ誰もいないので、さあ上は上でやり合っているので、さあルリたちは簡単にさあ下に降りるだけ。さあ見てください、ローグラルリたちだけです。さあ残りの人間全員上でやり合ってます。これはいいとこ取っとんで、ルリたちは来た。さあ撃破取ってこよたアンチ内。さあミニポーを飲んでキットまで巻きたいですね。これはルリがうますぎるな、立ち回りが。ああここローグラいってんの偉いわ。さあメディキを味方に渡して一応回復勝負ができる構え。いやよーローグラいったな。さあここでテポがやられて、さあコヨタが一人だけになってしまった。さあルリは一応メディキットが負ける。さあ7キルビクロイあるか。おー、さあラゼールが移動して、さあシンクも目の前しっかりと移動して、さあまずはラゼールが、さあアイデルセオラダムをまずは1キル。さあシンクがアンチ移動していきます。さあ現在チームキル10キルでございます。さあ目の前にはネフラジさんたち。さあここはプレディットでやられてしまうが、しっかり後ろに下がっている。さあ下まで降りてしまうシンク。さあ味方とは離れてしまうが、ちゃんといいね、合流がしっかりできています。さあ今11キル。さあ目の前しっかり落として、ここもキルゲット。さあ隠し入れて資材も増える。残り8パーティー。さあ目の前も自分の壁にして落としていきたい。さあ2人分の死体が落ちてきた、これは美味しい。さあしっかり活気入れて、さあ資材を取っていく、美味しい。さあ量産資材が増えました。残り7パーティー。さあチームキル13キル、ラゼールがめっちゃ倒してるな。さあ上からネクサスモゼしっかり倒しているシンク。さあそのまま増えた資材をふんだんに使いながら次のアンチに使っていく。さあ回復調整して、さあここはラゼールが後ろでまた1キル取っている。さあラゼール上からアセトライフル打って、残り資材50枚、上から出てきているのをしっかりシンクが落としている。もう1人倒してダブルキル。さあローグラ降りてラゼールがやられてしまう。さあ上にはたくさんダウンが転がっているぞ。さあ残り4パーティー。さあシンク残り HP30 だが、さあここは落下ダメージでやられてしまうが、ファイヤーが、いやいいね、ダメージ与えてやられてる。
さあ進行こっちに戻してギリギリまで回復していきます。さあ着実使って最後降りてくる敵、ここはめくらまし上に登ってしっかり最後キル取って全部で22キルビクロイ。さあいい感じに立ち回り的にはだいぶいいところ取ってるけどね。でもやっぱ終盤の7位ぐらいから順位を上げるその瞬間にやられちゃうからね、ちょっと3位か2位は欲しいよさすがに。さあマウフィンハイグラを取ってワイルドホークが一番上を取りました。いいよいいよ、ハイグラ取って、さあリムル君も進んでいる。このハイグラキープできれば、さあリムルの資材は何ぼだ、リムルの資材は49、ワイホが68。いや最終アンチ微妙ですね、これは足りるか足りないか正直微妙です。さあ全員で下まで下がって、さあワイルドホークがさあ倒しに行くぞ。さあ残り4パーティー、さあどうにか倒したい。さあ目の前こんにちはから、うわグログログロ、さあアセルトライフルのゴリ押し、いやーちょっと危ねえ。さあワイホギリギリ倒して、さあキャベツがあったが見えて、いや回復できるけどこれは、あピン刺したな、なるほどね、あピン刺してマウフィンにここにあるようか、俺だったら使ってたわ。どうぐらい続けたら絶対勝つ、後ろに逃げ遅れてる、倒したい、キルパ欲しい、2ポイント91、ある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 、マジである、全然て8、いやー残りすぎだな。さあルリタッチ100ポイントいけるか、コヨタが上を狙っている。さあ目の前落として、さあコヨタ1キル乙女を撃破、さあキルもしっかり取ってチャグスクもゲット。さあ目の前113、うめえ一発当てて、さあこれはコヨタが生き残るしかないが、うわーうわー4位、97ポイント。さあワイルドホークが1人の2人残っている、いやうまっ。さあ一気にダメージ削って、さあリムルも、さあ倒しに来た、さあ目の前しっかり当てていきたいが100ポイント、100、さあスカッとして、さあ下にいるやつらも倒していきたい。さあ目の前壊そうと思うがここは防がれて、ワイホたちが2位、多分ワイホたちは突破しました、ワイルドホークたちは突破したね、多分絶対100、もう2位、終盤2位はもう絶対突破した、ワイホたちは確定かな。さあそれでは見ていきましょう、33位以内が、明日のグランドファイナルをかけた、バトルロワイヤルに参戦できます。さあ順位見ていきましょう。さあうわラギスたちなんだ、うわラギスたちも終盤2回1位取ってるわ、そのまま1位、ラギスたちが173ポイントで1位、そしてまさかのシンクたちが2位、すごい強いね。そして3位ユセア、4位がさジョージャ、5位がカワシ、6位がコガネ、7位にコア、さあアルバクレンが8位、バーってやってマウフィンたち10位、よう上がってきたな、よう上がってきたな、マウフィンたちは。49、ズコ、アルバ、ラピトゥ、ジンク、マイポリ、17。いやー、いや、ボーダー100か、これ。ボーダー100かな。タカちゃん、シャモキ、粒乙女、108。いや、次か、25位、26位、27位。あれシュンシャンたちは、おーぶなっ、おーぶなっ、うわールリたちいけなかったか、あーシュートもいけてないな、39位か、まあこれはしょうがないな、これはじゃあ明日も6時からやっていきたいと思います。はい、それではじゃあ今日はちょっとごめんなさい疲れたので一旦ここで終わります。明日もよろしくお願いします。明日、33位から5位以内が、クオリファイ決めるのでよろしくお願いします。それじゃあここら辺で終わりにしていきたいと思います。お疲れ様でした。